はようございます。こちらは琴電高松築港駅です。今日はここから琴電に乗ってうどん食べ歩き旅をしたいと思います。1日フリー切符を買いました。こちらは琴電の路線図。今日のルートはまず高松築港駅から河原町に向かいます。ここで志度線に乗り換えて最初に琴電八島駅へ、1軒目のうどん屋さんに寄ります。そこから終点の琴電志度駅まで、そして再び河原町まで戻ります。今度は琴平線に乗り換えて栗熊駅まで、ここで2軒目のうどん屋さん、そして3軒目は滝の宮駅に戻って再び終点琴電琴平駅に向かいます。これが4軒目。そしてまた河原町駅まで戻って、今度は長尾線に乗り換えます。長尾線の長尾駅終点まで行きまして、また戻って今度は花園駅で下車します。これが最後のうどん屋さん。というわけで今日は5軒のうどん屋さんを巡ります。琴電は色分けされているので分かりやすいです。琴電八島駅に着きました。ぐるっと見渡すと後ろに八島ケーブルの跡が見えますね。もう廃線になってしまったんですけれども、美味しそう。鶏天一人です。こちらで食券になります。はい、食券。あ、レジで。はい、あ、どうしよう。釜揚げの身で。はい。あとはいいですか？お天ぷらとか。うん、とりあえずいいです。はい。470。はい。なんかね、建物も立派なんですよ。ほら。はい、ありがとうございます。今日も器熱いんで気をつけてください。はい、はい、どうぞ。ありがとうございます。釜揚げってそういえばほとんど普段食べないからな。お生姜もやっぱり。つけ麺なのでね、つけて食べます。はい、いただきます。おいしい。あ、これおいしい。熱いのにちゃんとコシも。弾力もすごい。あと出汁は美味しいな。鶏天がすごい美味しそうだったな。
折り返しまで時間があるので、それまで近くを散策することにしました。こちらは琴電子土駅の駅舎、なかなか趣がありますね。ちょうど桜が咲いている時期でした。とっても綺麗でした。そして元屋醤油さんというところに行ってみました。こちらは約160年の歴史があるそうですよ。閉まっていて残念。かけの塩で。かけの塩、はい、熱々よろしいですか。はい、はい、うどん店は大きく分けて2種類。一般は注文を取って席までうどんを持ってきてくれるタイプ、セルフは自分で取りに行って出汁なども自分でかけるタイプ。さぬきうどんの食べ方は、冷たい麺に熱い出汁をかけて食べる冷や熱、逆の熱冷や、両方熱い熱々、逆の冷や冷やなどがあります。セルフの方が値段的には安いです。いただきます。おいしそう。塩辛みたい。あ、すごい薄いおつゆだけど美味しい。おいしい。全然味が違う。ちくわでか。そび揚げだ。はい。駅に到着しました。係員さん不在。そうそう、昼間いないんですよね。とりあえずフリー切符ですので、このまま出ます。窓口作業は
営業は16時。なるほど、なるほど。こちらね、駅舎が可愛いんですけど、まずこの中、この改札口っていう、ね、文字も可愛い、レトロな。そして天井のシャンデリアも、なんかいつの時代だったっけな、文化財に指定されていたはずです。かわいい、この水色とピンクのね、メルヘンチックな色合いがかつて流行った大正時代とか流行ったよね、確かね。あー、かわいい。やっぱりだいぶ古くなってますけど、こちらが滝宮駅です。かわいい。たまに色ね、塗り替えたりしてましたけど、だいぶやっぱりまた経っちゃいましたね。うん、久しぶり。これかな、うどんの旗がひらめいてるから多分ここな気がしますね。人に勧められたうどんを、ちょっとね、気乗りしないんですけどね、まあいいや、食べてみます。コーヒーうどん、これだ。こんにちは。あ、一人です。どこでもいいんですか？あ、ありがとうございます。あ、すごい、いいですか？はい、開きますね。はい、すごい、お蕎麦みたい。面白いですね。風味が分かる分からんって、いろいろ、あ、はい、帰りに、はい、教えられて帰る。あ、分かりました。楽しんでみてください。はい、ありがとうございます。すいません。これがコーヒーうどん、まるでお蕎麦のような不思議なね。ミントが乗っけられてますが、爽やかなんでしょうか。なんかつぶつぶしてる、なんだろうね、お蕎麦の実みたいな感じで。なぜかサラダがついています。そしてこれが、匂い嗅いでみたらね、コーヒーじゃなかったですね。梅雨の匂いがします。で、ちゃんと薬味を乗せて食べるわけですね。で、ここに食べ方というのがありまして、最初に麺だけを一口二口食べてみてください。コーヒーの味と香りがよくわかると思います。その後、コーヒーカップに薬味を入れてご賞味ください。今日の音声だって、すごい喫茶店っぽい。昔よく、あの占いの喫茶店にね、占いのガシャポンっていうか、なんだっけ、なんかありましたよね。おみくじみたいになってる。すごい、じゃーん。あ、吉とかそういうのじゃないんだ。全体運、人間関係に改善の兆し。あら、相手の話にしっかり耳を傾けよう。あら、まあ、恋愛運、良い出会いがありそうです。お、流れに身を任せるのは吉。やった。じゃあ、なんかあんのかな、出会いが。金1本2本、すごい。でも手打ちっぽいね、ちゃんとね。匂いはね、しないんですよ、紅葉の匂いしか。あ、すごい、コーヒー豆だ。すごいコーヒー豆の香り。なるほど、練り込んであるのはコーヒーの、コーヒー豆なんですね、これね。へー、びっくり。もうふわっと鼻に抜ける香りが、コーヒーというかね、コーヒー豆そのもの。これは不思議ですね。よし、じゃあ早速いただいてみよう。つゆちょっと飲んでみてもいいかな。コーヒーカップに入ってるから、なんかこれね、うっかりごくごく飲みそう。あ、これはめちゃくちゃつゆだ。コーヒーは多分全然入っていないと思われます。薬味は半分ぐらいかな。大根おろしも入れるんだね、珍しいね。自由につけてしまうとコーヒー感がすごい薄れますね。
うん、口の中でもぐもぐするとまたコーヒーの風合いが再び、うん、あでもしっかり締められて冷たくて美味しい麺が、うん、とりあえずここでサラダ、これコーヒーとかまたセットにできるんですか？できますよ。じゃあホットコーヒーいただこうかな。サービスでケーキも包むんですけど。あ、じゃあお願いします。まだやってます。あ、もう終わっちゃったのかなと思った。あ、そっか、はい。今ね、エビの天ぷらとね、鶏の天ぷらが熱々できました。本当もう4軒目なんだけどどうしよう。じゃあぶっかけのショーを冷やで。ぶっかけのショーを冷やね。はい。鶏天はいらない。うん、いいです。やめときます。すいません。うん。はい、これが230円だよね。はい。なんか1台に来ています。ここは何回も来てるんですけれども、やっぱりちょっと来ちゃいました。釜バターのショー、はい、9分ぐらいお時間よろしいですか？はい、はい、お会計の方すいません、お願いします、はい。はい、2番のお客さんどうぞ。はい、釜玉と釜バターね。はい。あー、美味しそう。出汁の効いた鶏スープ、キャベツは、あ、ちょっと泡がなくなっちゃった。